だから最後ちょっとね個人攻撃みたいになっちゃったんだけど選手のああいう魂みたいなのを感じたら自分がビジョンに映った時にねああいうふうに喜ばれたりしちゃうとちょっとがっかりしちゃうのね、うん。うん そういういのは要するにあのヨーロッパや南米のサッカーが文化として根付いている国にはありえないのでちょっと個人公演になって大変申し訳ありませんでしたけれども、はいえー、日本は一応あの共同開催というワールドカップを開催した国ですから、うん、見る側はもう少し責任を持ちましょう。それは大切だと思います